皆さん昨日も大変熱いセッションありがとうございました。本日はですね、ちょうどこの時間に別のセッションで行われている復興構想会議に関する内容、これをちょっと若干ですね触れながら、我々が今世界に通っていけることというのをお話していきたいと思います。今日中日新聞ご覧になった方いらっしゃいます？朝皆さんの部屋に入ってると思いますけど、これ伊予木部復興構想会議議長のインタビューが出ています。もしお時間があったら読んでみてください。それではですね、この復興構想会議の提言、復興への提言、悲惨の中の希望と、こういうタイトルなんですけれども、これを若干読ませていただきます。これが我々の今日のセッションの背骨になるような発想です。破壊は前触れもなくやってきた。平成23年3月11日午後2時46分のこと。大地は揺れ、海はうねり、人々は逃げ惑った。地震と津波との2段階にわたる波状攻撃の前に、この国の形状と景観は大きく歪んだ。そして続けて第三の崩落がこの国を襲う。言うまでもない原発事故だ。一瞬の恐怖が去った後に収束の機を持たぬ恐怖が訪れる。かつてない事態の発生だ。かくてこの国の戦後をずっと支えていた何かが音を立てて崩れ落ちた。続けます。今回の災害は複合災害の様相を呈するのだ。したがって復興への道筋もまた単純ではなく、複合問題は特に等しい難解さを有する。複合災害をテーマとする総合問題をどう解くのか。実はどの切り口を取ってみても、被災地への具体的処方箋の背景には、日本が戦後ずっと未解決のまま抱え込んできた問題が透けて見える。その上、大自然の脅威と人類のおごりの前に、現代文明の希薄性が一挙に露呈してしまった、その事実に思いが至る。我々の文明の性格そのものが問われているのではないか。これほど大きな災害を目の当たりにして、何をどうしたらよいのか。我々は息を潜めて立ち尽くすしかない。問題の広がりはあまりに大きく、時に絶望的にさえなる。我々は誰に支えられて生きてきたかのかを自覚化することによって、今度は誰を支えるべきかを震災体験は問うているはずだ。その内なる声に耳を澄ませてみよう。この全文の中にはですね、我々の国が直面してきたいろいろな問題が非常に簡単に語られていると思います。で、本日のパネラーのご紹介をしながらですね、私の期待を申し上げていきたいと思いますが、まずは田中さんですね。田中さんはフラッシュマンヒラードという世界的なコミュニケーションの会社で、私が日産にいたとき、それから政府に移ってからも共にコミュニケーションの仕事をやっている専門家の方でございます。で、まずお一人ずつですね、ご自分が日本から世界に伝えたいこと、そしてどうしてそう思われたか、そういったところからお話をしていただきながら切り込んでいきたいというふうに思います。それでは田中さん、お願いします。はい、皆さんおはようございます。今日はある意味で言うと、その日本がこれからどういうコミュニケーションを取っていかなきゃいけないのかということが一つの大きな課題なのかなというふうに思っています。で、私のコミュニケーションの原体験というのはですね、27歳の時なんですね。私もともとホンダにおりまして、27歳の時にワシントン DC、 デトロイトとほぼ8年に及んで駐在、事例が出ました。で、その時私の仕事っていうのはですね、ホンダの中でもまだ誰もやっていなかったパブリックリレーションという部門をアメリカで立ち上げてくれと。で、それはどういうことかというと、ホンダのアメリカにおける事業戦略をに対して、アメリカの世論をね、味方につけろという、そういう命題なんです。なんでアメリカの世論を味方につけなきゃいけないのか。当時80年代後半というのはですね、日米通商摩擦で自動車問題が一番大きな問題だったんですね。例えばデトロイトではですね、シビックとかカローラが道の真ん中に出されてガソリンをかけられて火をつけられる。中国系アメリカ人がですね、いわゆる失業した労働者にバットで
バットでですよ、日本人じゃないかって間違われて殺される、そういう事件、悲惨な事故がですね起こるわけですね。でそういう中で、まあ、ホンダとしてそのこれから生産体制をアメリカで整える、研究開発拠点を作る、さらにはそこを輸出拠点として世界に輸出していくという事業戦略、これがですねやはり世論の支持なしにはどうにもならないということで、その世論を味方につけろというところから始まったんですね。で私はその時にですね感じたことっていうのは、日本にいた時には感じなかったんだけれども、やはりその個人にしても、企業にしてもしっかりとした立ち位置を持つことが実はすごく重要だと。立ち位置を持たないとですね、まず個人の場合は相手にしてもらえない、企業の場合はですねある意味その事業戦略そのものが支障をきたす。ですからやはり立ち位置というのはすごく重要だと。でその立ち位置というのが実はコミュニケーションというパワーですね、コミュニケーションというのを力として認識して、でそのパワーを使ってですねいかに周りとの関係性を作っていくか。で関係性というのは実は2つありまして、いわゆるしがらみとつながりと私は言ってるんですけどもね、つながりというのは相手を動かす関係性、しがらみは相手に動かされる関係性で、企業にとっても個人にとっても相手を動かす力、関係性であるつながりを最大化し、相手から動かされる関係性、つまりしがらみですねを最小化するということがいかに重要かと。でそれがまさにコミュニケーションのパワーの、やっぱり役割なんだというのを原体験で、その8年間ですね身にしみました。でやはり私の問題意識というのはその時点からですね、やはり日本の立ち位置、日本の企業の立ち位置ってどうなのか、あるいは日本人としての立ち位置っていうのをどう作っていくのか、でましてグローバライゼーションっていうのは、止まりません。これから日本の中で生きていくってことはありえない、個人も企業も国も、いわゆる世界に出ていかなきゃいけないわけですね。その時に一番求められるのはこの立ち位置です。しっかりとした立ち位置が国を繁栄させ、しっかりとした立ち位置が企業を繁栄させ、しっかりとした立ち位置が日本人個人をですねやっぱり強くしていくと思うんですね。ですから私の、まあ自己紹介兼ねて私がずっと持ってきた問題意識というのはそういうことです。ですから私も今もその立ち位置ということに、梶さんなんかとも、ね、一緒に協力しながら、従事しているということです。今日はいろいろまた議論ができると思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。次は土井かなえさんなんですけれども、先日ですね、国連関連の組織の代表に日本人が選ばれました。これは緒方貞子さんを入れて4人目で大変、世界的な、プレゼンスを、獲得するのに素晴らしい出来事なんですけれども、一応土井さんはですね私は日本のクリスティーナ・ラガルドだと思ってまして、どっかの国連関係の代表なんかになっていただいて世界の平和と日本の繁栄のために貢献していただけるといいなと思っている大変素晴らしい女性です。それでは土井さん、同じような視点から世界に伝えられることと、どうしてそんなふうに思われたのか、そこら辺を少しお話しいただければ。まあ、過分なご紹介だったんですけれども、しかし、まあ、日本あるいは世界の人々の、まあ、繁栄に向けて、まあ、頑張るというその一点につきましては、まあ、私本当大学生の時からもうかれこれ、15年ないし20年ぐらいになるんですけれども、ずっとやってまいりました。で、まあ、今のお話とちょっと被るかもしれないんですけれども、私が今やっている仕事ヒューマンライツワッチという、NGO の日本の代表ですけれども、まあ、実は私 PR をやっていることと非常に似ていると思います。NGO の世界ではこれパブリックリレーションとは呼ばないで、アドボカシーというふうに呼ぶんですけれども、まあ、要するにですね PR 会社と同じです。我々が目指す、まあ、例えば政策などがある、それに向けて世論そして政府あるいは関係者を説得していくっていう仕事なんですね。で、我々の場合は、まあ、立ち位置ははっきりしていまして、まあ、人権団体ですから人権なんですけれども、まあ、もうちょっと日本人的に分かりやすい言い方をすれば、まあ、立ち位置は人間尊重、人間の尊重ですね、あるいは人間の中心主義とでも言いましょうか、まあ、当たり前のことですけれども、人間の尊重、そしてしかし世界に目を向ければ人間尊重されてないところがたくさんありますので、そういった不正義には立ち向かう、この人間尊重と正義に立ち向かう、この2つが、まあ、立ち位置だと、我々の立ち位置だと思います。そして今私がパブリックリレーションズあるいはまあガバメントリレーションズかもしれませんが、アドボカシーとしてやっていることはこれをまあ日本の明確な自覚された立ち位置にするっていうのがまあ私の今の仕事なんですよね。
でなんでこんなことをやってんのというふうに、まあ、言いますと、実はその15年ないし20年前、私が大学生だった時なんですけど、まあ、岩瀬君と大学時代同学年で、まあ、つるんでいたんですけど、まあ、彼と司法試験の勉強とかしてた時に、まあ、何を思ったかなんですけど、アフリカに行ったんですね。でなんかこれ、皆さんの手元にこれありますでしょうか。アフリカのですね、エリトリアというところに行きました。まあ、もし、これが出るのであればプレゼン出してもらえればありがたいんですが、で、アフリカのですね、エリトリア知っています。あ、すごい、1人2人ありがとうございます。ちょっと皆さんのお年が推測されるところなんですが、1993年に独立した国ですので、93年まで、まあ、中学生高校生でなかった方は知らないかもしれません。こちらに1年ほど行きました。でそれはですね、中学高校の時に、ルポを読んだんですね。アジアとアフリカの難民キャンプの現状を描いた犬飼美智子さんという方が書かれた人間の大地という本ですね。今でも読んでみると本当に力の強いルポなんですが、まあ、これを読んで以来、5年ぐらいですね、ずっとアフリカアジアの難民キャンプに行ってみたいと思っていました。でもなかなか実行でできないものですよね。人間何か転機があるときに、本当の行動に移せるものだと思いますけど、まあ、私の場合は司法試験合格しまして、まあ、その時が何か次のことをやれるチャンスだと思いましたので、エリトリアというアフリカの国に1年行きました。エリトリアは独立したばかりでしたので、その国の刑法を作る のお手伝いをさせてもらったんですね。でそれ以来、弁護士になってからも、まあ、難民の支援ということで日本に逃げてきたアフガニスタンの難民だったり、イランの難民だったり、中国の難民だったり、たくさんの人たちが強制収容施設に送られてい、くのを 見てきました。そして収容施設に行って面会してきました。やはり、アフリカの現場に行ったこと、そして日本にいながらも世界の迫害、あるいは世界の不正義の最前線で、被害を受けている人の本当の現実の話を、ね、聞いてきたっていうのが、まあ、私のあらゆる意味でのコアになっていると思います。まさに立ち位置ぶれないですね、ぶれられないですね、現実を見ていますと。で、まあ、今後3115の話にも入っていくと思いますけれども、私が自分のが日本に伝えたい立ち位置っていうのは、先ほど以来言っております人間の尊重と不正義と立ち向かうこの人間人権のメッセージなんですけれども、実は日本はかなり、優等生ですね、これ基本的にできています。しかしそれをまず自覚してないですね。1、2、そのメッセージが非常にプライベートですね。プライベートって要するにパブリックに行ってないんですね。だから PR パブリックリレーションにまだなっていないと思います。しかしパブリックリレーションにすればですね、これすごい力のあるメッセージなんですね。皆さんもご存知の通り、世界ではまだ虐殺もあります、戦争もあります、拷問もあります、難民の発生もあります。日本では考えられないようなことがたくさん起きてます。それに向けて日本のリーダーたちがメッセージ出してきてないんですけれども、これを出せば一つのセンテンス、一つのフレーズがですね、力を持つのが、まあ、グローバルな世界だと思います。まあ、この日本のリーダーシップに、まあ、大きく期待をしているとともに、働きかけていくというのが今の私の自己紹介兼抱負でございます。はい、ありがとうございます。どうも二人の話を伺っただけでも、我々の中にあるとても素晴らしいものがちゃんと世界に伝えられていないというようなところがちょっと透けて見えるかと思います。それではですね、最後岩瀬さんですけれども、岩瀬さんはですね、今回私が転職する仕事を教えてくださったということでですね、もともとハーバードの留学期なんかを見て大変素晴らしい方だなと思ってましたので、まあ、こういうご縁をいただいて大変楽しく思っていますけれども、ぜひじゃあ岩瀬さんもよろしく自己紹介と、そういった自分のお考えを、お聞かせいただけますでしょうか。はい、おはようございます。先月ですね、世界経済フォーラムダボス会議の東アジアの会議というのがジャカルタでありまして、それに行ってまいりました。でとりあえず、まあ、自分のできることを何だろうって考えた時に、日本にも元気な若い人たくさんいるんだよとか、きちんとそのアジアないし世界を引っ張っていけるような考えを持っている人ってまだまだいるんだよっていうのを、なんか自分のできる範囲でやりたいなと思っていまして、で1月にはダボス の本ちゃんの会議も行ったんですけど、日本人でそういう席できちんと発言して発信して聞いてもらえる人って本当に
5人ぐらいしかいなくてですね、緒方貞子さんと川口織子さんと竹中平蔵さんと、我らが堀さんと、あと最近だったの武田の長谷川社長なんですけど、それぐらいしかいないんですね。で、我々の国の経済規模ないし世界におけるその立場を考えると、それはすごく寂しいことなので、まあ、自分がとりあえずできることは自分なりに必ず会議に行ったら手を挙げて発言しようとかですね、発信力ある人をそういう場に連れていこうということで、今年から土井かなえさんも仲間に加わっていただきですね、2人でジャカルタ行きまして、まあ、2人じゃないんですけど大勢で行ったんですけど、で油道の大統領を囲むなんか30人ぐらいの会議でですね、で2人で手を挙げて、僕は一般的な質問をしたんですが、土井さんは人権でですね大統領を詰めたりしてですねでもう一人日本人の方も手を挙げて質問してて、多分その場ではやっぱり日本って頑張ってるなという感じだったと思うんですね。なので本当に日本って世界からこんなに好かれてる国って少ないんじゃないのかなと思いまして、今から5、6年前になるんですけど、留学してた頃にですね、ハーバードの大学院生140人連れて日本の修学旅行みたいなのやりまして、でみんな日本大好きになって帰ってくるんですよね。だから来ればみんなすごい好きになるんですけど、いかんせん海外に向けた情報発信ってすごく限られていて、多分そのニューヨークタイムズ、ファイナンシャルタイムズ、ウォールストリートジャーナル合わせて日本人の記者って3人くらいしか、3、4人しかいないんですよね。あと、まあ、外国人の方が日本ベースでやってるんですけど、そう考えるとその日本からのコミュニケーション量が圧倒的に欠けてるなと思い、なので、まあ、自分のできることをやろうということで、まあ、例えばその政府で国際広報のプロの人間が欲しいっていうのが上がってすぐですね、まあ、それが出た前の日にお食事してて、まあ、梶さんみたいな人がやってくれれば相当その日本に対する発信力高まると思ってご紹介したり、あとはですね、震災から1週間後にちょっとした論文書いて、でダボスの仲間でワシントンポストの編集長、電子版の今担当してるんですけどがいたので、彼にお願いだから裏口入学で載せてくれと言ってですね、それで載せてもらって、日本政治の断層線っていうタイトルだったんですけど、でそれもやっぱりこういうこと考えを英語で世界に向けて発信するっていうことですので、本当に自分ができる小さなことの積み重ねしかないと思うんですよね。だから例えば世界中の人はこういう場に皆さんのような人たちが集まって、これだけのエネルギーを持って日本を変えていこうというふうにしていることを知らないわけですよ。だからこのうち英語チーム作って英語でアップしてくださいよ。そうすると誰かがたまたま見つけて、あ、こんなこともやってんだ日本、まだまだ希望あるなって思ってもらえると思うんですよね。なんで本当に堀さんが孤軍奮闘状態で一生懸命英語でその世界中の要人たちに日本の状況を発信してるんですけど、それだけじゃそうコミュニケーション量足りないと思いますので、なんか誰かがやるんじゃなくて一人一人がやることの積み重ねでしかありえないと思うので、まあ世界に伝えたいことは日本まだまだ元気だしまだまだ行くぞっていうことを伝えたくて、でもそれは政府の仕事でも大企業の仕事でもなくて、僕たち一人一人の仕事だということで、僕はとにかく自分の知っている人を巻き込んで発信してもらうことと、国際会議に行ったらどんなに自分の考えが稚拙なものであってももう絶対手を挙げて一回を会議で発言するって決めてですね、なんかジョージ・ソロスの前で手を挙げたりスティグリッツ教授の前で手を挙げたり、とりあえずもう恥ずかしがらずにやろうって決めてるので、皆さんも同じようにもしこれだけの人数の人が拙い英語でも世界に向けて発信すれば、それだけでも大きく日本は変わると、そう信じてやっていきたいと思います。ありがとうございました。まあ、お三方そういう非常に一貫した活動をされているわけなんですけれども、今年の 3.11 が、起こることによって、どんなことが変わったのか、まあ、ご自分が変わられたとか変わられないとか世の中が変わったとか、こういった部分に関して何か、お考えを教えていただければと思いますが、岩瀬さんどうですか。そうですね、そのさっきのワシントンポストに書いた文もこういうことを書いたんですけど、まあ、その311でいろんなものが流されてしまったが、本当に大切な日本の構造的な問題というのは3月10日も11日も何も変わってないんじゃないかと、ということを、まあ、
こう訴えたんですね。なので昨日 あのパネルでも、いろんな話あったと思うんですけど、その財政どうするんだとか、少子化どうするんだとか、どうやって新しい起業家を生み出すのかとか、経済に活力を与えるのか、いろんな問題全く手つかずのままなんですよね。で本当はそのこの震災を機にいい方向に行けばいいんですが、ややもすればそれがエクスキューズになってしまって、必要だけど厳しい変化というのが、変革が行いづらくなってしまっているのかなと思いまして、そういう意味で復興構想会議で増税を謳ったのは僕は正しいと思っていて、ややもすればいやいやそんなこんな大変な時期に増税ってひどいっていう言い訳もまかり通ってしまうので、そういったことで実は何も変わってなくて、むしろ経済を活性化する必要がより高まったという意味、さらに我々はただでさえ不利な国際競争力上どんどん弱まっているのに、ものすごいハンディキャップを背負ってこれから戦っていかなければいけない。だからこそ、やらなきゃいけないことは何一つ変わってないんじゃないかと。ただそのやらなきゃいけないスピードが、必要がまあ高まっているんじゃないかなと思ってます。うん、ありがとうございます。田中さんは何か変わられましたか？そうですね、この311というのはその何が変わったかというよりもですね、この311を通じて、どのようなメッセージを受け取ったかということを考えることがすごく重要じゃないかなと。それは個々人にもとってもそうですし、企業にとってもそうですし、国にとってもそうだと思うんですね。やはりこの 3.11 という、まあ、事象、悲惨な事象なんですけれども、そこから何を意味づけて、自ら意味づけて行動に結びつけてくるかっていうのがすごく重要じゃないかなと。でやっぱりこの 3.11、まあ、いろいろ問題ありました。風評被害とかね、それはもちろん政府あるいは東電の対応に対する批判とかいろいろあったんだけれども、でもやはり僕自身が感じたのはですね、日本って、まあ、先ほど岩井さんおっしゃってたけど好かれてるなっていうのは実感したんですね。やはり日本人、日本っていうのはですね、あらゆる外の、まあ、一応風評被害で叩かれている部分はある一方で、やはり日本人に対してね、称賛の声があちこちで上がったわけです。でやはり日本というのはいろいろ今でも問題があったんだけれども、やはりそこにもともと日本が持っているコミュニケーションの素晴らしさというのは実はあったんじゃないかと。世界のですね、中でその経済大国で軍事大国でない国っていうのを考えたときに、日本しかいないんじゃないかと思うんですよね。中国も今経済大国になってるけど、当然ながら軍事大国です。ただ日本の場合はその軍事大国にならなくても、周りから好かれて生かされてきたっていうね、やっぱりそういう歴史がある。でそれは何でできたのかっていうと、やはり日本流のね、やはりつながり感っていうのかな、世界とつながっていくっていうことを僕はやってきたんじゃないかと思うんですね。で私はまあコミュニケーションの世界でまず欧米流のコミュニケーションから叩き込まれたんですけども、欧米流のコミュニケーションの今限界があると思ってます。それはどういう限界かというとですね、欧米流のコミュニケーションっていうのは是非の理論の二元論なんですね。つまり自分は正しくて相手は間違ってる、だから自分がいかに正しいかを相手に説得するっていう、まあ、ディベート的なね。でこれはですね、やっぱり対立を生むコミュニケーションなんですね。もちろん相手に対してプレッシャーをかけて牽制して相手を動かすっていうコミュニケーションでもあるんだけども、もうそれだけではこの多様化した世界ではなかなか難しい。でそういう時にやはり今回 3.11 っていうのを考えて、日本が好かれてるんだなっていうのを考えながら、今までの日本のコミュニケーションだって悪くなかったんじゃないかと。でそういう中で日本流のやり方があるんじゃないかと。日本にはですね、たくさんの神様がいらっしゃるんですね。やるよるずの神って言って、でそこには日本人のその多様性に対する寛容性っていうんですか、一神教ではないところの、コミュニケーションのあり方、ちょっとふわふわしたコミュニケーションでがっちりしてない、でもなんかすごいフレキシブルと、こういうところの良さをですね、やはりもう一回見直してですね、世界に対してしっかりとした立ち位置をつける、従来の欧米流プラスアルファね、日本流を加えてやっぱりやっていくことがすごく重要なんじゃないかなっていうのが、私自身のですね 3.11、からその得た一つのメッセージですね。ありがとうございます。土井さんはいかがですか？そうですね、3.115 の、人々の行動を見て、私はすごく希望を持ちました。
まあ、私の言っていることすごく当たり前のことだと思うんですね。先ほど言っている、まあ、人権つまり人間の尊重と、まあ、不正義に対してはしっかり声を上げていく、この2つ。しかし今まで、日本の中でね、そのことは事実上はやられてきてたんですけれども、本当にそれを声に出す人あるいは行動に表す人って本当に稀だったと思います。私みたいな NGO をやってる人に、まあ、任しとこうかということだったと思います。自分のことで忙しいよ、あるいは、まあ、ビジネス大事ですけれども、まあ、それで手一杯だよってことだったと思うんですけれども、まあ、しかし 3.11 をきっかけに、まあ、皆さんも含め、本当にビジネスの第一線で活躍する方々、あるいは普通の主婦からですね、いろんな人が本当立ち上がったんですよね。これは本当の人間に必要なものとは何なのかってことを人々がもう一回考えて、人間を、まあ、大切にしだした。そしてただそれだけではない、それは今までもやってきたんですが、それを行動にし始めたというところが、まあ、私の希望の源泉ですね。 3.11 前の私のフラストレーションというのは、やはり日本は、まあ、皆さんおっしゃられている通りとても良い国なんですが、その良さをやはり発信してない、行動に移してない、この部分だったんですけれども、まあ、それが、まあ、草の根的にですね、動き出した。しかし、まあ、トップリーダーにまでその動きが波及するかどうかは、まあ、ちょっと今後に期待っていうところなんですけれども、まあ、しかし、この人間の尊重とかですね、そういった話って、まあ、素敵なリーダーは誰にも言われなくてもやるかもしれないんですが、しかし通常ですね、なんか例えば日本の官僚機構とかが人間尊重って言って動き出すはずはやはりなくって、もっともっとプラグマティックなところで動いておりますので、やはりこれ市民が日本のトップリーダー、あるいは、まあ、構造っていうものを動かしていかなくちゃいけない、まあ、それに向けては、まあ、非常に希望を持っていることですね。まあ、しかし日本の中のことまではみんな動いたんですよ。私の課題はやはりその次、東北と同じレベルっていうとちょっと語弊があるかもしれませんけど、さらにあるいは場合によってはそれより悲惨な目に遭ってる人たちって世界には本当にたくさんいるんですね。で、すごく広い視点で見れば、我々日本人がこのアジアだけ見てもですね、悲惨な現実がたくさんあるんですよ。アジアはその我々、例えば私たちはヒューマンライツウォッチで見ている全てのグローバルな地域の中でも非常に、まあ、抑圧的な地域ですし、経済はすごく発展していますけれども、まあ、独裁的な政権も多いですしね、政治犯なんかもまだまだたくさんいる、かなり、問題の多い地域です。そこの中で我々が一人繁栄と自由を享受しているっていうふうに、やはりすごく広い視点で見るとそうなっちゃうんですよね。やはり次は自分たちの本当国境を越えて、世界を見ること、まずは知ること、そして、今日本の中で動いているこの行動が世界に向けても行動できるのか、次がこの第2ステップがそこだというふうに感じています。ありがとうございます。いくつかとても大事なポイントが出てきたかと思うんですけれども、日本人が好かれてるっていう話ありましたよね。それは、岩瀬さん、田中さんから出てきた視点なんですけど、岩瀬さん、土井さんもそこは感じられますか、好かれてるかどうか。本当にそう思います、うん、はいはい、土井さん、岩瀬さんは、まあ、ハーバードのビジネススクールのカフェテリアにですね、うんうん、寿司カウンターがあって寿司職人2人いるんですよでいつも大行列 でかつ、なんか日本のテレビがすごい流行っててですね、なんか知ってるかって言われて英語の名前になったから分かんないんですけど、風雲竹市場今すごい流行ってて英語名つけてるから分からないんですけど、あと料理の鉄人とかですね、でマンハッタンのヒップな人はみんな布団で寝てて、なんかそういう感じでソフトパワーだと思うんですけど、文化での強みがすごく評価されてるんじゃないかと思いまして、で日本人は毎日寿司食べれていいなって言われるんですけど毎日食べてないよって教えてあげなきゃいけないんですが、やっぱりでもこれからの時代すごくそのソフトパワーって大事だと思うので、まあこれを梶さんたちクールジャパンってやられてますけど、それを一つの強みに生かせて、でただそれだけじゃもったいないので、それをその経済だとか外交だとか、よりそのタンジブルなものへの影響力につなげていくことができたらいいなと思ってます。それかなりやっぱり最新の感想だと思うんですけど、私はですねそれは行為の資産だというふうに思ってまして、我々の父や祖父の時代の人々がですね、世界中で
誠実な仕事をしてきたからだと思うんですよね。なので多分そういうものの組み合わせだと思うんですけど、田中さんなんかどうしてそういうふうに好かれてるっていうふうに思われます？そうですね、やはりなんだろうな、あまり出しゃばんないんですね日本人っていうのは、でいわゆるどちらかというと言葉でものを言うというよりも行動で示す、でそれが僕はすごく大きいのかなっていう気が自分自身します。なぜかというとコミュニケーションというのは実は 35% 言葉、残りの 65% は言葉じゃないんですね。じゃあどこから来るかというと、その人の持っている意識あるいは意思、さらにそれに基づいた行動だと思うんですね。ですからまさにこのアスカの歩き方ですか、ノーアクションノーフューチャー、行動こそが価値を生むというのは実はすごく重要なことで、言葉でいくら言ってもですね 35% しか通じないんです、メッセージというのは。残り 65% はその人の持っている意思意識、さらにはそれに基づいた行動によって示されると思うんですね。だからやはり僕はいろんなその、日本人が海外で今先ほど甲斐さんがおっしゃったように、この過去戦後含めてもあるいは戦前も含めてもですね、やっぱりグローバルでやっぱりコツ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 とですね、ある意味ものを言わずに行動してきたんですね。でそれが非常に一つ評価軸になっていたし、今回の 3.11 も東北の方々無言で行動してるんですよね。ギャーギャーわめいてですね、何とかしろ何とかしろっていうことではなく、やっぱりコツコツととにかく言葉よりもまず行動だということで、やっぱり素晴らしいその意識を持ちながら行動して示してきた、このやっぱりありようっていうんですか、これが世界の人々の心を打ったし、今までも実はそれがね日本人が好かれてるということなんだと思いますね。その今のご指摘と土井さんや岩瀬さんが言っている世界で声を出していかなきゃいけないこと、この2つの内容というのは両立するものなんでしょうかね。土井さんどんなふうに思われますか？まさに私それを考えてて、確かに日本人はそのコツコツやってきたところが評価されているとは思うんですよ。で、しかし、私の問題意識はやっぱそこの次に行く時じゃないかなっていうところにあると思います。で、日本がですよ、世界で、例えば上から大きさでいうところ行って、60番目の国なんだったらコツコツやっていくっていうことで私は十分だと思うんですけど、少なくとも経済的には今3番ちょっと政治的とかには考えるとちょっと何番かよく分からないんですけど、でも安全保障国連の安保理に、メンバーに結構なってみたりとかですね、多分我々が思うよりは実は政治力もあるんですよ。多分10倍以内に入ってると思うんですね。そういう国なんでコツコツやってることは多分重要だけど、世界からはより大きく期待されてると思うんですよね。我々のこの来る例えば部屋の中でトップ10人の人がいたら、やっぱり他者にも何か貢献してくるというか、このグループを引っ張っていってくれるってことを、人々は期待すると思うし、その能力があるできると思うし、それが期待されてるんじゃないかなと、しかもこの世界に目を向けるとあまりにも問題が多いので、やっぱり我々のコツコツからさらにプラス一歩踏み出てリーダーシップを発揮する、発言する 65% のみならず 35% も発揮するっていうのが次のステージかなというふうに思っておりますが、僭越ながらいかがでございましょうか？それ大賛成だと思います。で重要なのはその言葉の 35% と、その意思と、行動の 65% それぞれから伝わってくるメッセージが一致させることが重要なんですね。とかくですね、言語と非言語が一致してない人が多すぎるんです。言葉であんなこと言ってるけど見つく見ると違うよねとかね、で大体言語から伝わってくるメッセージと非言語から伝わってくるメッセージが違うと人間は非言語のうち信じるんですね。でただ一番重要なのは信頼関係を生むということは、今土井さんがおっしゃったように 65% だけじゃ不十分なんです。やはり 35% の言語の部分もしっかりやっていかなきゃいけない。だから先ほど申し上げたように従来 のやはり、日本の良さにプラスアルファして欧米的な形での言語コミュニケーションというものもこれからすごく重要になっていくんだなというふうには思いますね。今の話に、補足してというか関連したんですけど、結局そういった影響力を持つのは個人の行動だなと痛感したことが、最近ありまして、震災前なんですけど2月に、セネガルのですねダカールというところに行きまして、
でコロンビア大学のジェフリー・サックス教授が、やっているミレニアムプロミスという、まあ、アフリカ中心にその貧困を削減のために活動している団体があるんですけど、それの、まあ、オフサイトというかオンサイトというかがあって、まあ、こういうリトリートみたいのがあってですね、行ったんですね。で、これ有名な話なんですけど、マラリア撲滅、ということを、まあ、まず第一にこう掲げていて、過去5年10年でものすごく減ったんですね。で、そこですごくそのリーダーシップを発揮したのが住友化学さんで、オリセットという蚊帳なんですけど、その、まあ、殺虫剤というかその蚊対蚊の薬を埋め込んだ織り込んだ、その蚊帳というのを、大量に生産して低コストで生産してアフリカ中にこうで販売、まあ、配布販売してるんですね。で、まあ、これは本当に素晴らしい日本の企業のリーダーシップなんですけど、これ実はですね、その住友化学の中で、ちょっと異端児と呼ばれている中途入社の方がかなりこう精力的にやっていて、社内の反対派も押し切って通してるんですね。水野さんという方で、それでまあ水野さんとダカールで一緒になってかなり仲良くなったんですけど、だからそので彼は本当に中途入社して、で外資系から入ってきてですね、でみんなに変なやつだと言われながらも反対するリスクそのリスクどうするんだって反対されながらも押し切って、で大量生産して、まあアフリカ中で感謝されているということなので、なんかそのお二人が話したようなことをやっていく上でも日本が果たせる役割ってすごく大きくて、やはりその時私は起業しているので起業家バイアスがすごくあるんですけど、でも同時に大きな会社で働いている皆さんもたくさんいらっしゃると思うの で大企業だからできること、大企業にしかできないこと、世界 の国際舞台で貢献するためですね、日本の企業ってたくさんあると思うんですね。でそれは実はその舞台裏では一人一人のある個人のものすごい思いと情熱と行動力によって成り立っているんだなということを、まあその時痛感して、だからそれは皆さんここにいる皆さんも十分できることなんですよね。なので今回のそのテーマ、まあ、あるいはグロービスそのもののテーマがとにかくアクションを取れということなんですけど、皆さんが思っている以上に一人一人ができることっていうのはすごく大きくて、でこのパネルのテーマである世界に向けて日本を発信していくということでも、これだけの人数でこれだけ影響力のある企業で大事なポジションで働かれている人たちが集まっているならば、目をそういうところに向けて行動すればものすごく大きいことできると思うんですよね。なのでなんかその話を聞いて面白いなと思うだけじゃなくて、じゃあ月曜日に会社行って自分に何ができるんだろうかと、まあ、そう考えてアクションを一人一人が起こすことが全てその大きな流れを作っていくんじゃないのかなと思います。ありがとうございます。復興構想会議の提言の中にも、日本が戦後ずっと未解決のまま抱え込んできた問題が透けて見えるということをさっき申し上げたわけなんですけれども、お三方の様子を見ているとですね、非常に大きな課題を認識されていて、それに向けてこう頑張って一貫して頑張ってアクションを取り続けられているというふうに私には見えるんですけれども、どうしてそういうことができて、どうしてできない人がいるんでしょうかね。どうしてそこまでアクションを続けられるんですか。土井さんどうですか。まあ、やっぱりアクションというのは一回取ると次が取りやすいんじゃないかと思うんですよね。で、まあ私の場合はアクション取り始めたのが大学生の頃で、まあ、若ければ若いほどアクションって取りやすい、まあ、失敗してもいいし、何も分かってないからアクション取りやすいってところもあるのかもしれないんですけど、まあ、なので一回アクション取ると、まあ、2個3個ってすごく楽になる、まあ、何でも人間やったことあることは次やりやすいんですが、なので、アクションを取るという一つのことだけを考えてみれば1回目のアクションが一番難しいので、まあ、やはり今岩瀬君が月曜日何できるか考えてくださいと言ったので、まあ、これをもう頭に、叩き込んでいただいて、とりあえず月曜日もう何も考えずにって言っちゃうんですけど、あまり深く考えずに行動を取ると次がですねだんだん見えてくるのではないかなと思ってるんですけど。なるほど、なるほど。田中さんどうですか。いや今の土井さんの何も考えずに、ね、行動を取るとっていうのはすごく共感してて、で一つは僕は、やはり何て言うんですかね、天の啓示みたいなもの、うん、
先ほどこの 3.11 で何が変わったかを考えるよりも、その 3.11 からどういうメッセージを一人一人が受け取ったか、でそれが行動に結びつけるっていうことだと思うんですね。で僕の場合なんかはやはりその天の啓示らしきものがあって 3.11 があって、で考えてた時に、まあ、うちの CEO、まあ、うちは本社がセントルイスなんですけどね、で CEO が急遽やってきて、でいろんな人に会って、それで、帰ったんですよ。そしたら帰ったらね、竜巻に巻き込まれたんですね。中西部ですごい竜巻が起こったんですよ。でそれでセントルイス空港が吹っ飛んじゃって、本人は命からがらなんとか家にたどり着いたと。そしたらすぐ電話してきたんですね、僕のところに。で朝の5時だったかな、とにかく電話したら、ちょっと、いや、ね、天の啓示があったって言うんですよ。まあ、もちろん天の啓示って英語で言うわけないから、英語で何て言ったかというとね、 I got a message って言ったんですね。 I got a message。 で誰からもらったんだよって言っても答えないんですね。 I got a message。 で、まあ、僕自身として訳すのは、まあ、天から声があったんだろうということで天の啓示って言ったんですけど、彼が一言言ったのはですね、まあ日本に来た、非常に悲惨な状況を見た、アメリカ行ったら自分も悲惨な状況になった、でそこからなんかメッセージを受けた、でやはり日本はジャパンボイスがない、世界にジャパンとしての声がないってことを言ったんですね。で24時間あげるからお前それ考えろって言われたんですね。でちょっと待ってくれと、24時間でそんなこと考えるのかって言うんで、明日朝5時また電話するって言うんで、しょうがないから24時間ですね一生懸命考えて、次の朝電話あった時に、ジャパンボイスの仕掛けとしてどう作るか、福島会議をしましょうと言ったんですね。でなんで福島会議かって、福島っていうのはもう地名じゃないんです。世界が抱えるあらゆる問題の、いわゆる象徴になってるんです。広島とか長崎と同じです。でやはり今その福島県民あるいは日本あるいは世界に対して声を上げるんであるならば、世界中の人たちが福島に集まって、その世界、福島という名前が象徴する世界の課題をね、語り合うんだと。そうすることによって、日本の声ができるっていうようなアイデアを言ったんですね。でまあ、もともと僕アイデアさえ出せばいいんだろうと思ってたら、やれって言われてですね、ちょっと待ってくれと、俺にはビジネスがあるんだって言ったら、じゃあしばらくしなくていいからやれということなんですね。でこれ実は非常に幸いで、僕にその定員の掲示が起こってもなかなか僕はビジネスの責任者ですからできないけど、自分のボスに降りたためにですね、結構それ拡大解釈して今ほとんどそれやってます。で、まあ、昨日もね福島から入ったんですけども、でその時に今 その土井さんの話とすごく通じるところがあるんですが、考えてもダメなんですね。だからとにかくね行動しました。とにかくあらゆる人にね相談しに行った。でそうするうちにですね、徐々に人が動いてくれる、徐々に、こういろんな人が集まってくる。で今さっきの 復興構想会議のメンバーの、学習院大学の赤坂先生という方がいらっしゃって、まあ、東北学の父と言われる、素晴らしくその東北の方々が尊敬されている方がいらっしゃるんですね。でその方とのご縁があって、でもうその方と一緒に、まあ、昨日も福島一緒に行ったんですけれども、今福島県とも話をしながら、とにかく福島会議やりましょうよと、福島にね世界中の人を呼び込みましょうよと。でそれがね、まあ、先ほどダボス会議という話が出ましたが、ダボス会議って素晴らしい会議なんですね。やはり世界の世論を作る装置なんですよ。でも一つじゃもったいないと、二つあってもいいんじゃないかと。もう一つはその欧米からじゃなくてアジアからね、そういうダボス会議みたいなものをねやっぱり立ち上げてもいいんじゃないかと。でこうやって福島っていうのが世界の言葉になってるわけですから、しかもその福島っていうのがその世界の課題を象徴する言葉になってるわけですから、福島会議っていうのをこの際 3.11 を機にですね、やはり作って、でそれを世界的な会議にして、世界中の方々が集まって、今世界が抱えている問題を解決していくようなね方向にすると、僕は日本の発信力が高まると思うんです。やはりそういう装置を作るっていうのはすごく重要じゃないかなということで、今一生懸命行動して、まあ実際ね福島会議ができるかどうかまだ分かりません。でも今いろんな方々のねサポートを得ながら動いている。これがまあ、まさに今回来た時にこの行動こそが価値を生むっていうのがですね、非常にですね、まずは行動しろと、考えてから行動するのはダメ、人間なんてろくなこと考えない、で考えながら走る、ね、行動するっていうのを見るけど中途半端、まず行動してから考えてください。はい、以上です。今田中さんおっしゃった天の啓示っていうのをちょっとその言葉を拾いたくて、で、もともとですね職業っ
ていうのを意味する英語でボーケーションっていう言葉があるんですけど、その語源って何かというと、ちょっとうろ覚えなんですけど、ラテン語でボーカーレとかなんかで、天からのお告げっていう意味なんですね、うん、なのでもともとはまあその聖職とかの意味だったんですけど、やはり それぞれついている職業っていうのは、まあ、その天の啓示っていうと少し自分にとっては関係ないことって思ってしまう人がいるかもしれないんですが、一人一人 その生きている意味だとか、そのなんですかね、この世界における果たすべき役割っていうのが与えられてると思うんですね。なのでそれは一人一人まあ、分野だとか機能だとかそれぞれ異なるんですけど、何かしら意味あるはずなんですよね。でさらに言えば、皆さんはたまたまこの飛鳥会議に来ていて、そしてたまたま、もっと面白いかもしれない分科会 BC の、ではなくここに来ていて、たまたまこのテンションの高いお二人とまあ、おとなしい我々二人のですね話を聞いていて、何らかの刺激を受けているわけじゃないですか。でこれたまたまじゃないと思うんですよね。だから皆さんが会社の中でやりたいと思ってたこと、あるいは会社の外でやりたいと思ってたこと、必ずあるはず で皆さんにしかできないことっていうのがそれぞれ、それは大小違いはあるかもしれないんですが、みんなが土井さんのようにその世界に向けた仕事をする必要もないと思うんですけど、あるはず でもしかしてこの場を共有したということ、それで土井さん その考えずに行動するという言葉に触発されて、田中さんが天の啓示という言葉を出して、それに触発されて今僕がこういう話をしているということも含めて、全てなんか意味のあることで、だからぜひ皆さんにとって これって何で今ここにいちゃったんだろうと、なんでこの話を聞いてしまって何か自分の中で、こう刺激されたんだろう、これは何をしろっていうふうに天は私に告げてるんだろうかと。僕は無神論者なんで別に宗教的な意味で言ってるわけじゃなくて、ただ大きな流れの中で一人一人は必ず大切な意味を持って生きてるはずなんで、なんかそこを考えていただくと、月曜から何かアクションせよっていうだけじゃなくて、自分にしかできないアクションっていうのがこの日を境にあるはずじゃないかと思ってます、うん、じゃあ一個簡単じゃないんですけど、アクションを提案してもいいでしょうか。もちろん、うん、私は今田中さんのその福島会議の話を聞いて、今までもなんか噂は聞いてたんですけど、よく分かってなかったんですけど、今も分かってないかもしれないけど、でも素晴らしいなと今思っちゃって、やはり日本のそのソフトパワーを、まず自覚して発信するって、この私の大きな課題なんですけど、それをやれる、あ、すごいいい場になるかもしれないとか思ったんですけど、できたら本当原発だけじゃなく、本当アジア全体、さまざまな課題、経済も含め、さまざまですね、人権ももちろんなんですけど抱えてるので、ぜひ、そこにアジア中のリーダーを呼んで、話し合って行動を、発信する場合になったらすっごいいいじゃんと思ったんですが、まあ、でこんなに素晴らしい提案を今横の人がやってるし、少な明日月曜日やることを思いつかない人がいたら、まずは福島会議を手伝えばいいんじゃないかなって思ったんですけどどうなんでしょうか。いや本当にだんだんいろいろな方々が集まってきてですね、でやっぱりこれ勢いにしていくことがすごく重要で、やっぱり行動する、ひたすらとにかく行動する、そうすると人々がどんどん集まってきて、そこから一つの価値が生まれてくるっていうのが今実感してるんですね。ですからぜひともですね、この中にその福島会議でいろいろとですね、サポートしていただけるという方がいらしたら、ぜひとも私の方にご連絡いただければですね、もういろいろな、何ですかね、サポートは必要としてます。特に福島っていうのは他の2つの宮城や岩手と違って、これからの恐怖なんですね、見えない恐怖なんですよ。でこれが完全に福島県民の心をですね、病ませていて、これはやはり特別な手当が必要だと思うし、やっぱりある意味で言うと願をね、災い転じて福となすということが重要で、先ほど岩瀬さんおっしゃったように、それがある意味で言うと天からのね、今もしかしたらここにいらっしゃる方々に対する一つのメッセージなのかもしれないです、とは思います。ですからぜひとも、もしご協力いただける方はですね、私等にご連絡いただければと思います。ありがとうございます土井さん。今土井さんから提案があるって言った時にこれ言うんじゃないのかなと思ったんですが、月曜日皆さん福島会議のあれ立候補で忙しいと思うんですが火曜日ですね、やることない方は火曜の夜にヒューマンライツウォッチのチャリティーディナーがあるのでそちらにもぜひ、来ていただければと思います。それを言うのかと思ってドキドキしたんですけど、自分が言うとあれなので、僕も行きますのでよかったら。素晴らしいチームワークですねものすごい今感謝してます
あのちょっと話戻るんですけど、その最初のきっかけでアクションに結びつくっていうのが僕すごく大事だと思うんですけど、もう一つ大事なのはやはり心が折れそうになった時にどうやって維持するかって、これも大事だと思うんですよね。いろんなところでこうぶつかるじゃないですか。で時として自己干渉した時に正しいことしてるんだろうかって問いかけますよね。そういう時にどうやってそのアクションを維持し続けるんでしょうかね。それはあのちなみに僕はどうしてるかっていうのを見ると思うと、土井さんと岩瀬さんみたいに良き同胞、良き同志を持つことっていうのは一つの要素かなっていうふうに思って、まあ、そういうふうに申し上げたんですけど。そうですね、やっぱりあの良き同胞および良き先輩とかメンターを持つことだと思っていて、やっぱり悩むこととかこれでいいんだろうかって思うことありますので、そういう時に僕だったら梶さんに相談していいんだよって言ってもらうとか、そういう人がいるかどうかに尽きるんじゃないかなと思います。あとやはりまあ原点に立ち戻るっていうことではないかなと思うんですけど、まあ皆さんがどのような行動を取るにせよ何かそれに突き動かされた何かがあるはずで、やはりそのまあその問題が解決されてればですね、逆に言えばもうやめちゃってもいいわけですよね。そこが解決されているのかどうかで、まあ私の場合で言えばやはり世界のあるいは日本にもいるんですけれども、その様々本当に辛い思いをしている人がいる。例えば難民が今も日本でもですよ、強制収容施設にいる。これ世界中のトレンドですね。その人たちに会いに行けばものすごい訴えられるんですよ。なんで私難民なのにここにいるんですか。まあそういう切実な訴えをがある限りやはり心折れてる場合じゃないなって思いますよね。そうですね、僕の場合はこのまあ福島会議を考案してやれと言われてから、実はまあ今、まあ、いい方の話をしたんですけども、まあ、どっちかというとですね、やはり3日に1回は落ち込むんですね。こんな大それたことできるわけないんじゃないかとか。でそういう時にやはり一つ考えるのは、あのまさに皆さんおっしゃっている通り、仲間が増えてくると非常にそれは当然ながら大きいんですが、まあ、その仲間との間も決していつもうまくいくわけでもない。そうするとですね、やっぱり何かというと、さっき岩井さんが言ってたその一つの 天ですね、天の声というか、これはその、その天とのコラボなんだと。だからあの誰が反対しようが、仲間とうまくいかなくても天とのコラボだと自分に言い聞かせることによってですね、少なくても今日まで何とかやってきました。だからその天とのコラボって何かというと、もうまさにあの今ここでも議論されているように、一つ一つの目の前に起こっている事象、この人との出会いは何だったのか、まあ、岩瀬さんが言ったように今この場で僕は何をしているのか、ここからいろいろなメッセージっていうのをやっぱり自分なりに受け取って、それが、天からの声なんで、そこに天とのコラボが成立するんだっていうのが僕にとってはですね、そういういろいろなもう本当にね、あの、大それたことなんです、ある意味で言うとね。 でもそれを支えてる、行動を支えてる一つの源泉がその天とのコラボですね。あ、いい言葉ですね。あのだいぶ時間がなくなってきましたんで、あの私もですね、一つだけあの自分の意見を申し上げさせていただきたくてですね、それは何かというとですね、昨日からずっとあるんですけれども、日本ってなんとなくとか曖昧とかっていうことをずっと言いがちなんですが、それをそのまま棚ざらしにしていた人たちと、土井さんや岩瀬さんや田中さんが違うのは、それをちゃんと説明できるように分解しているということだと思うんですよね。日本がどれぐらい恵まれているか、そしてそうでない国がどれぐらい恵まれていないのか、それをちゃんと説明していく、それもできれば英語や他の言葉で。だから我々は曖昧さに負けてしまってはいけないというふうに思っていて、例えば日産のデザインなんかは線一つを取ってもちゃんと論理的に突き詰められているんですね。だから突き詰められた論理というのはある種エモーショナルでさえあるという、その真実にどれぐらい突き詰められるか、その曖昧さをなんとなく日本だからという言葉から逃げないようにしなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。福島会議で我々がなぜ日本人がそんなに立ち上がれたのか聞かれたときに、それはちゃんと英語で説明できなきゃいけないと私は思っていますので、ぜひですね、それは皆さんにもあの課題として、どうしたらそういったスキルが作り上げられるかというのを自問自答していただきたいと思います。それではあと20分ぐらいありますので、とってもあの聞きたいこといっぱいあると思いますが、質問をお受けしたいと思いますが、3問ずつぐらいまとめていきたいと思います。はい、赤いシャツの眼鏡の方。はい、みんな赤いんですけど。あ、そうですか。はい、すいません。赤いシャツ着ててよかったなと思いました。はい、はい、名古屋港2011の藤野と言います。ありがとうございました。
草の、ね、レベルで意識が変わってきて行動が変わってきているんじゃないかっていうふうに土井さんはおっしゃって、私自身もそう感じてるんですけど、草の根レベルで行動が変わって、その行動したことを一人一人が発信して、で発信していったらそれがつながりになってくって、連鎖になるんだってことができたら、とても素晴らしいことだなって感じたんですけど、例えば今アフリカでそのつながりの連鎖が Facebook みたいなことを使って起きてるわけなんですけど、日本においてそのつながりの連鎖っていうのをどう作っていけばいいかってことを非常に悩んでいます。なんかそれについてですね、お考えなんていうことをアイデアがあれば伺いたいなと思いました。はい、次の方。はい、その白いシャツの方。大阪校の佐藤と申します。大変貴重なご講演ありがとうございます。お三人の方にお伺いしたいのが、すべての行動の源泉というのが自分を見つめ直すこと、自分を見つめること、内省することであるとすると、お三人の方々はどうやって自分を見つめ直しているのか、自分を見つめ直し続けているのか、それをお伺いしたいと思います。では松木さん、僕の授業を取ってくれたので何ですか。松木と申します。教えてください。ちょっとグロービスってその自分の生活をやっぱり変えたいと思って入学をして、それって広がっていって社会を変えていきたいとか日本を変えていきたいで、今日みたいに世界を変えていきたいってなった時に、やっぱり自分の行動を変えないといけないんだなっていうところに立ち戻るって、なんか今日はすごくそのつながりを感じれて、なんか気持ちいいっていうか、今日この場に入れてよかったなと思います。でちょっとこのテーマに立ち戻るとということを、日本の良さを持って着実にコツコツとやっていく態度を世界に見せていくっていうことなのかなというふうに理解していますが、ただ今その日本が経験してきた、過去の話とか日本が経験してきたからこそ世界に伝えられることっていうのが何かあるんじゃないかなと僕は思ってまして、それもしお考えがあればちょっとお聞かせいただきたいなと思います。よろしくお願いします。なんかどれも結構大きなテーマなので、なんかお一人一人どの質問というよりはなんか3つつなげても1つスペシフィックに答えていただいてもいいので、お答えいただけますか。土井さんいかがですか。一応ご指名いただいたので、つながりの作り方、いろんなもちろん、大事な要素があると思うんですけれども、私は結局なんかすごいアナログみたいですけど、パッションと、あとは先ほどテントのコラボとおっしゃっておられましたけど、それを揺るがさないこと、やはり発信をしていく、そしてコラボを作っていくって、つまりリーダーになるってことですよね。リーダーがブレてたら誰もついていけないと思いますし、リーダーにパッションがなかったらなんでついていくんだということにもなると思うので、さまざまいろいろなテクニックはあると思いますけど、まずは自分のパッションをしっかり持つ、信じるってことですよね。逆に言えば大事なことをやるべきだとも思いますが、パッション持てないことはやらない、プラス、ブレない、テントのコラボだと思ってやるという、結局のところビジネスのリーダーとかも本当同じだと思いますが、やっぱ世界を良くする、あるいは日本を良くするお仕事でも同じではないかというふうに思っています。あと3番目の質問というかご意見、日本の経験だからこそ言えることって何でしょうかっていうお話なんですが、ちょっとすごい独善的に解釈させてもらいますと、でちょっと自分のことを話しちゃいますと、先ほど来人権って言ってるんですけど、皆さんの中には多分でもなんか今一つしっくりきませんと思ってるかもしれないですね。で、しっくりこさせることは結構困難なんですけど、とはいえ1点だけ、今日本の日本の中でちょっと地震喪失の部分もありますよね。でそれはもちろん理由があることもたくさんあると思います。で、一つはやはりお隣の中国すごく、巨大化している、あるいはアジアその他 ASEAN の諸国も含めですね、どんどん進行しているということがあると思うんですけど、どう考えても日本がですね、この中国含め、アジアの諸国をから見てむちゃくちゃどんなことがあっても我々の方が素晴らしいところって、やっぱりですね、別に私反中主義者とかじゃないんですけど、しかしやっぱり人間を尊重する、システムかどうかっていうことだと思います。一つ結局人間を尊重してるっていうのは要するに、弱肉強食じゃない、逆に言えば法が支配している社会ってことなんですよね。人間が法の上にあるわけではない社会だと
思います。で、もちろん皆さん共産党90周年迎えましたんでいろんな報道ありました。チベットの問題ありウイグルの問題ありさまざまな不満がありますということが報道されてたと思いますけど、それを解決する日本だったらメディアがあるし、司法も独立してますからそこで問題解決できるけど、残念ながら中国だけじゃないんですがアジアのいろんな国ではそれができないんですよね。人々の不満はすごい高まってます。それを解決する仕組みが本当はメディアの自由であり司法の独立であり、これ人権の原則なんですけど、それがない。それによって人々がすごい苦しんでるんですね。日本 は幸いなことに人権 のしっかりした社会である、法の支配のしっかりした社会である。やはり日本は良い、アジアのリーダーシップを、発揮する、べき時なんですね。でそれがないと それぞれの国がすごく不安定になります。今中東北アフリカの状況を見ていただいたら分かるんですけど、人間を抑えつけるっていう、それはですね短期間は可能なんですけど何十年も人間は黙ってないんですね。今アジア経済好調ですからみんな我慢してますけれども、これ経済がポシャった時はどうなるか分かんないですね。我々の国の周りがそんな放棄がいっぱい起きたり不安定化するっていうのは絶対日本にとってもプラスじゃないし、もちろんそれぞれの国の人が欲してないと思います。今から徐々に、この地域を良くしていくことができるのはやはり我々日本の自覚してないけどこのリーダーシップとアセットと良さにやはりあると思いますね。ぜひ我々はこの場に安住すべきではない、行動すべきだと言いたいと思います。日本のいいところ、はい、ありがとうございます。田中さんはどうですか。はい、ですね、3つにじゃあそれぞれ一番最後 その日本の経験をどう伝えていくのかということなんですけども、311というのはですね世界が経験しないことなんですね。311というのはこれほど低レベルの、被爆ではあるかもしれないけども、これだけの人間がですねある意味被爆したというのはまず世界で初めてだと思います。で今後そういう特に低レベルでのですね被爆というのはそれほど研究が進んでない。だからそういう意味で今後その経験というのを世界の財産としてね経験として共有していくということがすごく重要だと思いますし、かつ今回の原発の問題もそうです。細かく見ていけばいろいろ問題があったはずです。原発の安全性という意味でね。だから少なくともこの 3.11 で日本が経験したものをどう我々として、世界の資産として世界の経験として貢献していくか提供することによって、これはこれすごく重要なことだと思うんですね。でその貢献ということが今度はつながり、一番初めの質問にもつながるんですけれども、やはりつながりを作っていくっていうのは、さっき言ったその僕の場合関係性というのはつながりとしがらみって呼んだんですけれども、そのつながりを作っていくっていうのはまずどこから始まるかというと自己主張からじゃないんですね。主張じゃなくですね貢献から始まると僕は思ってるんですね。やっぱり相手に貢献することによって相手とのつながりっていうのができてくるわけです。そうするとそれが相手を動かすわけです。だからなんていうのかな、その貢献するという視点でつながりを作っていくというのが重要で、そういう意味ではその今この 3.11 っていうものの経験を世界に対して貢献するんだという発想でやはり使っていくことが日本のつながり感というのをですねやっぱり強化していくんじゃないかと僕は思います。ですから最後はですね内省的にこの自分を見つめていくっていうことで、実はそのコミュニケーションを取る時の一番の敵っていうのは自分なんですね。これはその人間というのはすぐですね相手をレッテル貼るんですよ。思い込みが激しいんです人間というのは。そうするとその思い込みであるがために相手をねしっかりと見極められない。だからコミュニケーションというのはとにかく自分の画集とかそういうものをどれだけ小さくできるかというのがポイントになるわけです。で特に私今回 3.11 でこの福島会議を始めた途端に何が変わったかというのを実体験で思うのは、実はその打算がなくなったんですね。それまではビジネスですから当然ビジネスどうやってこれビジネスに生かすかなんて打算があった。ところがこの 3.11 の後この新しい福島プロジェクトはもう打算抜きなんですね完全に。そうすると打算抜きってどういうことかというと、やはりコミュニケーションをより取れるんですよ。よりつながり感が出てくるんですよ。だから非常にその赤坂先生みたいな方とかいろんな方々が集まってくる、でそういうなんていうのか打算抜きに自分自身をちゃんとマネージするっていうことが実はすごく重要で、で僕がいつもやってるのは一つの儀式をやってるんですね。でどういう儀式かというと毎朝、なるべく早く起きるようにしてるんですけど、6時ぐらいに、そうだな
30分から、まあ、1時間はやるかな、1時間ぐらいの儀式をやるわけですよね。で、儀式って何かというと、まあ、別に僕は宗教家じゃないんですけども、やはり ある一つ その空間を作ってですね、まあ、日本間なんですけども、そこにですね、まあ、なんていうのかな、まあ座禅みたいな儀式なんですけれども、やはり道元禅師がですね、心神一如っていう身体の心に、心一如ねという言葉を言ってるんですけど、よくね間違えられてるのは心が先に来て身体が次に来る一如って勘違いする方が多いんですけど、そうじゃなくて体が先に来るわけです。で、体が先に来て心が来てそれが一如一体になるっていう言葉なんですけども、まずね体を整えないと心って整わないんですね。だから僕がその1時間で何をしてるかというと、一つの動きをするわけです。まあ、これは座禅とも呼べるし、あるいは気功法的なその体の動きなんですけども、それをやることによってまず体を整えると、そう体を整えるとだん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 心が整ってくると、まあ一種の座禅に近いんだけども、でそれがですね非常に自分自身というものの画集とか打算とか、あるいは自分の勝手な思い込みとかそういうものを少なくし、やっぱりよりオープンなマインドになるって、これはねもう毎日やんないとその日後の一日が全然ダメなんですよ。もう癖になっちゃってる。でこの話をしたら、この前、まあ、ここにはいらっしゃらないと思うけど、AT 会の梅沢さんという方がいらっしゃるんですけども、昨日多分登壇されてると思うんですが、あの方も、ね、同じことやってるんですね。だから何らかの儀式を、僕の場合は、そういうことを朝一でやって、でその後の一日っていうのはなるべくオープンマインドにしていくっていう、それによってなんていうのかな、より自分というものをコントロールしていくっていうことはやってます。ありがとうございました。岩瀬さんお願いします。2人目の内省の仕方についての質問について、まあ、提案したいんですけど、多分ですね今日のセッションの、キーワードというか忘れずに帰ってほしいのは天とのコラボだなと思っていて、すごくいいフレーズだなと思ったんですけど、じゃあ皆さん一人自身一人一人にとって天とのコラボって何なんだろうかというのを考えて A4 2枚以内で論ぜようと結構ですねやっぱり書くことってすごくまたいいことだなと思っていて、僕の場合留学してた時にずっとなんかこうブログ書いてて、で今読み返すとすごくその子どもの頃の話を書いてるんですよね。だから、まあ、留学してた時って現業から少し離れていろんなものを振り返って、自分がなぜここにいるんだろうか、どういう道のりをたどってきたんだろうかっていうところから何かその自分のその先が見えるような気がするので、皆さんもぜひ自分はどういう人生を歩んできて、なんかいろんなことを思い出してですね、自分の私の履歴書みたいのをここまでで書いてみて、で自分にとってのテントのコラボって何なんだろうかと、これ考えずに一生終わっちゃったらすごくもったいないですよね。だからたまたま、まあ、そのテントのコラボといういいキャッチフレーズをいただいたので、本当に真剣に考えてみて真剣に書き出してみたらなんかこれからの生活変わるんじゃないのかなというふうに思いますので、ぜひやってみてください。ありがとうございます。あと7分ありますので、ちょっと1問だけ質問をクイックにやって、最後一言ずついただいて終わりたいと思います。緑の方、色が違うと差別化になってますね、はい、どうぞ。2010期東京の高原と申します。今日は貴重なお話をありがとうございました。先ほど土井さんがおっしゃってた中で心が折れそうな時にこう突き動かされた原点に帰るというお話がありました。で土井さんの場合はその大学時代の、まあ、アフリカへの、というようなお話がありましたが、皆様にとっての、 その、田中さんとか岩瀬さんそれぞれにとっての、 その突き動かされた原点って何だったかなというのを、もし差し支えなければ教えてください。私の場合はちなみに、印刷会社の中で情報コミュニケーションというものに携わっている中で、生活者とその情報の受け手の情報の非対称性をなくしたいというそういったミッションを自分の中に掲げていまして、そういった中でこう突き動かされた原点というのは、実はつい最近の尖閣諸島の YouTube の流出
が、あれが非常にエポックメイキングで、ずっとテレビでもどこでも紹介されなかったものが一番最初にああいったメディアで出たっていうのは非常にショッキングで、あ、これこそが情報の非対称性を埋めるっていうことなんじゃないかなと思ったりしました。よろしくお願いします。いや、これは土井さんはもうおっしゃってますが、田中さんと岩瀬さん、ですね、私の場合の原点ってずっと昔になるんですけれども、6歳から12歳の間ですね、アフリカで育ったんですね。で、まあ基本的にジンバブエっていう国で、でその時ですね、ずいぶん昔の話なんだけども、唯一その日本人家族っていうのは僕のとこだけで、それであの頃はまだそのジンバブエの前だからローデシアに近い時かな。それでいわゆる学校はみんな白人なんですね。で黒人は学校に行かないし、白豪主義ということで、基本的にはアジア人では日本人だけが名誉白人ということで、学校行くと白人、周り白人なんですよ。で白人連中がみんなですね、お前はどこから来たんだと、一人だけ黄色いのがいるわけですね。で俺はジャパンから来たんだって言っても誰もジャパン知らないんですよ当時。じゃあチャイニーズかとかね。でその時に非常に自分のアイデンティティクライシスに陥ったわけです。まあ今の言葉で言うと立ち位置を失ったんですね完全に。でまあところが幸いにですね、その時そのホンダというブランドがですね、二輪のグランプリレースをしてて、で結構ヨーロッパとかアフリカとかずっと回ってて、でちょうどその時の世界チャンピオンがですね、レッドマンっていう、実はそれはローデシア人だったんですね白人の。で彼は国の英雄だったんです。でお前はどこから来たんだっていうのを、日本から来たっていうよりも、レッドマンが乗っている、モーターサイクルのホンダを作ってる国から来たんだと言った途端にですね、周りとの、ね、関係性が変わっちゃったんです。で それから以降ですね、いやレッドマンとちょっと握手したんだよって言ったらみんなびっくりして、こうじゃあサインをくれとかね、もうとにかくね、まあ、現金なもんなんだけども、でも少なくとも何らかの役に立つ自分がね、周りに対して、まあ、さっき言った貢献って言葉に似てるんですけども、でそれが一つのつながりを作っていくって原体験があったわけです。まあ、それで本題入ったんですけども、でだからやはりそういう原体験というのはものすごく重要で、先ほどね岩瀬さんが自分の履歴書ね、私の履歴書を書けて僕大賛成なんですね。自分の原点を見つめるというのはやっぱり自分の今まで生きてきた生き様をね、もう一回ね意味付けることだと思うんですね。で過去の歴史というのは意味付けられるんです。どう意味付けるかが鍵なんです。だからまさに、自分自身が今どう生きてきて、どこに僕の原点があったんだろうっていうのを考える気持ちっていうのはすごく僕は重要だと思いますし、今言ったその、まあ、6歳ぐらいの時の経験がね、今日の僕自身をまだ支えてるっていうことだと思います。岩瀬さんはいかがですか。僕も似たような話がありまして、僕大学時代司法試験やってて合格したんですけど、弁護士になるにあたって大学卒業して、司法研修所っていうのに行かなきゃいけなくて、当時750人ぐらいいたんですね。なんかこう750人の分の1に自分がなってしまうっていうのがなんかすごく怖くて気持ち悪くて、それで同期3人のボストンコンサルティングというところに行ったんですが、でなんでなんかでその後もですね、まあボストンコンサルティング辞めてリップルドっていう会社入った時15人ぐらいだったんですけど、で今回会社始める時2人で始めたんですね。なんかそのみんなと同じことやってるのがすごく気持ち悪いっていうのがあって、でなんでなんだろうってこれ後から気づいたんですけど、僕も子供の頃イギリスに行ってでですね、で日本人一人だけだったんですよ。で初めて小学校2年生の時遠足行ってですね、おにぎり持ってったらみんなにいじめられて、その黒い気持ち悪いのなんだやいやいって言われて、で家帰ってからですね、もうお弁当サンドイッチじゃなきゃ嫌だって言ったのを覚えてるんですね。だから最初はみんなと一緒じゃなきゃ嫌だと思ってたんですけど、出てくる時はやっぱりいつも自分が違ったので、なんかでまあその突き動かしてるモチベーションというわけじゃないんですけど、やっぱり自分にしかできないこと何かやりたいなっていうふうに思ったのが意外とその体験だと思ってます。なのでみんなその実はそれぐらい遡ったところに自分を突き動かしているものがあったりもするので、そういう意味で本当に一度振り返ってみたり、ご両親とか兄弟とかに、あるいは親しい頃の友達に自分ってどうだったって聞いてみるといいと思うんですよね。で昔から土井さんっていうのはですね、
電話かけてくると絶対ものすごい頼み事をしてくるっていうですごく親しいんですけど、だいたい用事ある時しかかかってこなくてすごく重たい用事なんですね。でも助けようって思うので、昔からだからそのすごいこうアクションオリエンテッドだったんですけど、まあ18の頃からそうだったということで、もっと若い頃からそうだったと思うんですけど、多分その自分の物語を自分の歴史をたどることで自分のそのこれから生きていく道、その天からの啓示みたいのが見えてくる気がしますので、ぜひそれをその自分にとっての自分の今何か動かしているもの何かっていうのをたどっていくことがすごく有意義じゃないかと思います。ありがとうございます。じゃあ最後に短く一言ずつメッセージを参加者の方にいただけますでしょうか。じゃあ田中さんからいきますか。ですね、まあ先ほど申し上げましたように、まあ今テントのコラボをやってます、福島会議ということでできるかどうか分かりません。でもとにかく、変に考えるとできなくなっちゃうんでね、考えずに行動ありと。でまさにこの今日の、飛鳥会議のそのこの標語でノーアクションノーフューチャー、行動こそが価値を生む、これは本当に重要な言葉だなと。ですから皆さんも、まあ今日のこの場をですねから一体、自分にとってどういうメッセージが天から発信されているのか、受け取らなきゃいけないのか、どういう行動を今すぐ取らなきゃいけないのかということを考えていただければいいかなということであります。どうも今日はありがとうございます。土井さんどうでしょう。まあそうですね、草の根の動きが始まっているということを私感じてますと申しましたけれど、本当皆様の今の少しだけですけれども発言いただいた中からも本当に感じます。やはり日本は我々の本当世代からもまた素晴らしいものが本当に発信されると思いますので、岩瀬君が言った自分の履歴書を書いて、やはり訴訟を書くってことはつまり発信の準備ですよね。今ツイッターもありますしブログもありますし、本当に発信も楽になってますので、ぜひ自分の過去を見ていただいた上で自分のパッションを確認していただいて、発信する、そして行動する、すごく単純なことだと思いますので、やってみてほしいなと思います。一緒にやりましょう。はい、岩瀬さんお願いします。はい、ベンチャー自分でやるようになってですね、一番変わったことは不平不満を感じなくなったんですよ。例えば政治がおかしいダメだとか、なんかサラリーマンで赤ちょうちんで飲んでるといろんなその文句言うじゃないですか。でも例えば堀さんのツイッター見てるとほとんど文句ってないんですよね。なんかこう自分何やるかっていうことしかひたすら言わないんですけど、割とベンチャーの人ってそうで、いや別にその国がどうこう関係なくて、俺はこれやるんだとか、俺自分に何ができるかってことしか考えないんですよね。でそれって何をお伝えしたいかというと、その自分を突き動かしているものでもあるんですけど、どんなに小さなことでも行動すれば絶対世の中良くなるっていうことに対するものすごい信念があるので、なので本当に行動しろと何度も言ってるんですけど、みんながみんな NGO を立ち上げて代表になれるわけでもないですし、みんながみんなベンチャー立ち上げてやれるわけでもなくて、でそんなことやる必要もないんですよね。ただそれぞれ置かれた中で自分ができるその小さなことをやることが、実は世の中大きなことなんてなくて小さなことの集積なんですよね。日本なんていうものはなくて皆さんが日本なわけですね。だから日本の企業の国際競争力がないっていうのは、それは例えばみずほだとか野村証券だとかトヨタだとか、それぞれの分野の企業のことであって、でそれは企業っていうものがあるわけじゃなくて、そこに属している皆さん一人一人のことなんですよね。なのでもうマクロで語るのはやめよう、平均で語るのはやめよう、一人一人ができる小さなことの集積が本当に確実に社会を変えるんだということを、これを本当に心の底から信じて、で月曜日から皆さんが変えれば確実に日本は変わると思いますので、ぜひみんなで頑張っていきましょう。来週もやることがいっぱいあって楽しみな週ではございますが、ですね、よく、絆ということ、つなぐという言葉先ほど出たんですけど、絆、伊予部さんこんなふうにおっしゃってます。復興は絆をつなぐこと。伊予部議長はですね、神戸の震災にも遭われていて、だからこそ今回の復興構想会議の議長を務められたんですけれども、そういうことを言っています。最後にですね、復興構想会議の提言の結びの言葉を読んで終わりたいと思います。復興は一様に進むわけではない。人の人生と同じく山あり谷ありである。復興の初期において注目すべきなのは、この国には困難の後に必ずや復興バネとも言うべきものが働くということである。呆然自失と悲哀の最中にあって、
まずはこれをせねばという具体的目標が設定されたとき、この国の人々はまなじりを決して勢いよく立ち上がる。そして一心不乱に復興の実現に寄与していく。ふと気づくと、当初の悲惨から再生への過程の中で希望の明かりが辺りを照らし出しているではないか。復興への提言、悲惨の中の希望、ありがとうございました。